はい、皆さんこんにちは。今日もレールグレードやっていきたいと思います。前回ですね、こちらのソルトシティの方が終わりましたので、今日はリージョン8の強欲の谷というところに行ってみたいと思います。はい、ようこそコロニカに邪魔、強欲の谷ということで、街の復興ということで、ね、レベル1にしてくださいということですね。はい、見ていきましょう。塩の作る工場ですね。製塩所の方あります。こちらですね。クーポンでレベルが上げれるようにしています。あ、シリカめちゃくちゃありますね。シリカここにもある。そして石炭かな。で、これが石炭の発電所ということで、こっちにもありますね。主にここでは電気が作れるのかな。はい、ということで、まずはどうしよう。塩の発、塩を、お金の方はめちゃくちゃいっぱいありますから問題はないでしょう。まずはシリカかな。シリカの方を取っていきましょう。何個 ?2 つぐらいあればいいかな。さあ、どうかな。3つでもう十分はあると思うので、こちらの方3つ入れてみよう。はい、そして塩を作るところがあるんですが、これちょっと実験したいことがあって、これを2つ並べた場合はどうなるかというのをちょっと十分知りたかったので、こちらの方を入れていきましょう。さあ、これはいつも通り、線を2000にしていきましょうか。さあ、とりあえずこれを外回りで入れよう。そして入れていきましょうか。よいしょ。さあ、ここをあとは合体させていくだけなんですが、ちょっと山とかあるな。ちょっと山とかありますね。さあ、やばい。ちょっと膨らみすぎてる。合体したいんですけど、ちょっと膨らんでますね。坂とかあんまりない方が良かったんだけど。ここから降りて、つながるようにしていきましょうか。あ、ダメだ。これは下げていかないといけない。下げていく。ちょっと1個撤去しましょうか。これなら入るかな。入りますね。よし、とりあえずこれでいいでしょう。あとは下げたところからはもう1線出せないかな。出せませんね。仕方ない。こちらでシリカ入れてもらう感じになりますね。曲がり角なので、あ、それかここから降りていくか。こっちから降りていけるかな。いける、いける、いける、いけない、ギリギリいけそうですね。で、これも、どうだろう。もうここまで来たら内回りでもいい気がするな。内回り、そしてここで合体して、どちらかに行ってもらう形にしようかな。で、永久的には、あ、やばい。これシリカ。重なるな。真ん中だけがたくさん取られる感じで、あ、足りないかもしれないな。内側の方が少し足りないかもしれないですね。2駅と。3両編成で問題ないかな。1、2、3と。1、2、3と。いう感じで、これで両方、今12人いますね。だから、これで両方一気に作られるんじゃないかと思っています。さあ、これで OK。さあ、次に、ここから、町に塩を運ぶんですね。町に塩を運ぶので、これもそんなにいらない感じかな。早めに曲がる感じで置きましょうか。これ、被りますね。ここら辺でちょっと作りながら決めていこうと思います。さあ、町の方はですね、もうこちらで作りました。こんな感じですね。近接なんですけど、ああ、それだったら往復タイプでも良かったかなという気はしますが、まあ、もう作ってしまったので、これでいきたいと思います。次に、発電所での電気ですね。こちらの方も作っていかないといけないみたいですので、こちらですね。感電から炭を取っていきましょう。これさらにいけるのかな?ただあんまり作りすぎても液が入りませんよね。液2マスしか入りませんので、まあこんな感じがいいのではないでしょうか。さあ、こちらの電力の方も、どうなんだろう。大量に必要なのかな?ちょっとそこら辺のがわからないので、
少し多めに作っていきましょうか。間違えた、危なかった。これ待って待って、よし、走らせてしまうと時間がスタートしてしまいますので、こちらは待ってもらうと。さあここでループをしたいということですね。ループをしたいので、あー全然入らないな。さあこんな感じですかね。ここから入れてもらうと。1台で十分いけるかな。そこら辺どですよね。ここから少し伸ばして入れていくか。こういう感じにしていきましょうかね。これでどこまで入るかな。ここで3つ分は入りますので大丈夫ですね。ここがギリギリかな。頭が出ちゃうとダメなんで、こんな感じで入れていきましょう。駅の方もここで石炭が入るようにすると。ああ、もう一車線作るか。ここもつなげておきましょう。さあ、これで、あ、届かない。届かなかった。危なかった。まだ出発前でよかったです。ちょっと届きませんでしたね。そうか。二つだけなので、よいしょ。こっちから作らないと届かない感じですね。1、2、3と。よし、これで OK かな。町の方に電気とかはいるんでしょうか。うん、町の方にもたまに電気があった方、あ、でもこれだと石炭ですよね。電気はまた別の話ですね。さあ、これで電力を作れる。そしてこっちも町がありますね。こっちもなんかシリカが近い。シリカは近いけど、どうしたらいいんだ。シリカを取って、え、これも塩入れるべきなのか、ちょっと分かりませんね。まあいいか。とりあえずシリカ取って、塩を入れていきましょうか。3つ。3つ一応立てればいいかな。これはもうめちゃくちゃ近いので、往復にできるようにしましょうか。で、これを塩が取れる工場に持っていくだけという感じにしましょう。どれだ？塩工場も何個作ればいいんだろう？いやー、ちょっと難しいな。まあいいか。とりあえず2つ突っ込んでいこう。これ縦でいける感じですかね。ここでいける？駅。もう全部が駅みたいなもんになってしまうけど。これを2両編成を作っていけばいいのかな。でも全部駅にした場合どうなるのか、これもちょっとわかりませんね。よし、これを割り当てて、列車が必要です。それはわかります。さあ、ここからが、ちょっと上り口になりますが、塩を持って行ってもらおう。塩どうすればいいんだ？ここはいけませんね。やっぱこっからちょっと引っ張っていく形になりますが、町の方に塩を持って行ってもらいましょう。どうしよう。斜めでまっすぐにしときましょうか。よし、これでここら辺を駅にしとけば3両ぐらいあれば余裕ですかね。よし、これでいろいろなところで電力と、あ、まだこっちの電力はつながってないか。いけそうですので、まずは発車していきます。さあ、なんということでしょう。こちらですね、シリカ下ろせてませんね。シリカが下ろせるときと下ろせないときがある。これもうかぶってしまってるのでちょっとダメそうです。いや、しまったな。ここせっかくやったのに売却していかないといけません。間に合いませんね、これでと。さあ、これを仕方ないのでどうしよう。ここから曲げていくか。さあ、こちらの方に行く感じにしましょう。ああ、もう一個いらないな。さあ、こちらを削って、ここからシリカを置くと。さあ、これで OK かな。ここの駅がギリ届けば、あー、しまったな。これ届いても1個しか届きませんね。ちょっとこちらの方も修正しましょう。さあ、とりあえずできましたね。シリカ3つ乗せて運ぶという形で、ちょっといろいろごちゃごちゃしましたが、これで大丈夫でしょう。さあ、これちょっと塩を運ぶやつ作ってなかった。さあ、塩を運ぶやつを作りましょう。こっからでいいかな。塩を4つずつ作るか。
これを2台作っていきたいと思います。これはここだけ分岐を自動にすればいいのかな。町の方も少し2車線にしといた方がいいかもしれませんね。よし、重なるといけませんので、ここから横に引いてのここで合流という形にしておきましょう。よし、こんな感じですね。駅の方も置いていきます。よし、さあこいつをここを自動にして、よいしょ、自動ですね。これでぐるぐる回っていけると。列車のコピーを置いて、これで2つここに運べるようにしていきましょう。どうだ、シリカの方は間に合ってますかね。生産の方をちょっと上げるためにレベルも上げていこうかな。お金の方は余ってますので大丈夫でしょう。よいしょ、あ、レベル、え、お金がなくなってた。お金あると思ったらなくなってましたね。これは困ったぞ。さあ食塩の方をこっちの、ま、村にも運ばないといけませんね。4車両で運んでいきましょう。さあ電気はできてるけど、この電気を運べてない。電気を運べてませんね。いや、こいつも困ったな。お金だけが行く感じ。これをこっちに入れるのと、あとはここから戻れば、まあ1車線1個で行けるかな。列車の方は1、2、3、何個持っていく、4つ持っていきましょうか。お金まだありますよね。ということでこれで4つ電気を持っていく。これでシリカ工場ですね、塩の工場と町の方に両方電気がいけるのではないかと思っています。さあどうだろう。さあお金の方は今石炭を持って、こちらの電気は作ってますね。これ特に 2個作る必要がなかったかな。さあ町の方はどうだろう。あ、ここのシリカ工場足りてないのかな。シリカ足りてませんね。電気を上げたいけど、あ、どうしよう。電気を入れたいけど、ここからやっても大丈夫かな。またちょっと複雑な感じになってしまいますが、こんな感じでいいでしょう。駅も2つぐらいでいいかな。さあここも早い電車で2つぐらい持っていくようにしておきます。さあこれで電車の方に電気が積んで、このシリカ工場、あ、塩工場ですね、塩工場にも電気が運ばれて生産の方が上がると。なのでここで発散できたやつはそのまま町へダイレクトで運ばれるので問題ないと思います。これ入るかな。こっちの方全く入ってませんよね。しまったな、塩の工場を横向きで置けばよかったかな。これちょっと届かないかもしれない。届いてませんね。明らかにちょっと届いてない。まあ仕方ない、これでいきましょう。さあお金の方はガンガン入ってきてますね。こっちの塩の方がいってるけど電気が回ってない。あ、やばいやばいやばい、こいつが間違ってる、こいつが間違ってた。こちらは直進ですね。間違ってましたね。さあここで帰って、まあ一回もう一周してもらおう。ちょっと間違ってました。通り道無視してましたので大変なことになってしまいました。さあここだけ自動で問題なしですね。さあこれで回ってもらえば電気が町に今入っちゃってますが、塩工場に入ると思います。さあ若干変更しました。こちらの方ですね、シリカ工場1つしか、あ、塩工場に1つしか入らなかったので、もう少し伸ばして2つ入るようにしましたね。さあ人口の方はクリアがあと12人、12人になってますね。あ、これあれか、こっちのシティだけでよかったんですね。2つとも128人にしないといけないのかと思いましたが、1つだけこっちのシティだけを128人にすればいいということでした。さあこちらの方塩生産が全然間に合ってませんね。よし、まあ町の方はでっかくなってるので問題ないでしょう。お金も結構入ってきてますね。電気の方が全然逆に足りなくなってきましたので、しっかりと石炭の方を入れていこうかな。よいしょ、もう1個入れていきましょう。
さあ石炭の方はめちゃくちゃできてますね。3つ一応できてますので生産の方はまあ大丈夫でしょう。さああと4人で一応クエストの方は終わるみたいですね。あれこっちあれか自動になってない。よし、さあこれで一応メインタスク、ああもう1個の方ですね、もう1個の方もレベル2にしてくださいということかな。189人なのでそういうことですよね。さあこちらの方はレベルアップしましたので、OK ですね。でこっちの方のシティをレベル2にしないといけないのか。まずはとりあえずは1個クリアしないといけないので、少しずつやっていきましょう。これも自動切り替えと。これで石炭で電気は大丈夫ですね。レベル2に必要なものは促進剤は家具、そしてああ促進剤はないのか。なのであとは水塩を、そして、それに電力が必要ということで、電力もたくさん必要ですよということですね。ああなるほど、電力はここで大量に作られるのでまあ問題はないかな。大丈夫かな。まずは予備でいろいろと作っていきましょう。さあどうしよう、石炭はめちゃくちゃ余ってるんだけどな。もう一個作るべきかどうかを悩みますね。これ山を越えさせてもいい感じもするしな。どっちが早いか、山を越えるか。まあいいか、山をちょっと越えさせましょうか。これでこっち側でも少し作ろう。さあここからあっち側に抜けるような感じになるとちょっともったいないんですよね。F で少し伸ばしてこれを超える、そして向こう側にくっつけるような感じにしましょうか。ここってくっつくのかな。もう一列一応行った方が良さそうかな。さあそしてここで下ろす、ちょっと登って降りる感じですね。でここで、あ合体できない、合流できない、なんでだ。ちょっと分岐の方が問題か。撤去して分岐を少しあっち側にしよう。ここにしてこれはここで分岐できますね。よし、これまた設定しないといけないのかもしれませんが設定しておきましょう。さあこれでここのある石炭のところから少し選べますね。よしよし、こっちの方にも発電所に人を送り込みましょう。さあこれのコピーを出して石炭を取る。これは切り替えですね。ここは自動で、これをこっち側ですねに行くという形にします。4つぐらいでいいかな。でこれでずっとループできるかな。ここだけが自動ですね。あとは回る感じで。よし、これで大丈夫そうですね。石炭が足りなくなるようでしたら、こちらですね。石炭の炭鉱の方を少しアップグレードしておきましょうか。よし。で、電気も作れる。電気は町の方に必要なので、町の方には往復タイプの、電車を走らせましょうか。よいしょ。さあこれで、ああダメだ、回転させてからじゃないとダメですね。よし、ここの方を行きましょう。さあ1234つずつぐらいいけるかな。一気に電気を運べるようにしていきましょう。さあ電気の方どう？ああでも一気にやってもこんだけ早いと無理かもしれませんね。まあ一回一応4つ走らせておきましょう。さあこれでどうだ？こっちの方のシティは電気がちょっと多いのか。ここからの電気しかないので無理なんですが、まあいいか。とりあえずこんな感じで走らせておきましょう。石炭の方は余裕ありますかね。まだちょっと足りないかな。さあ促進剤の方がちょっと使えませんのでしっかりとやらないといけません。よいしょ、炭鉱をもう1個作れば問題ないかな。ここにもう1個作っておきましょう。これもレベル2にすると。よし、これならかなりの生産量ですからね、足りるかと思います。さあどうだろう、
今のところ1113しか残ってないのか。さあ結構石炭はローテーションが早いのですぐ回ってきそうですね。町レベルはもうすぐ、なんだ、水、食塩、食塩が足りないのか。こちらの食塩がめちゃくちゃ足りてないみたいですね。やばいなこれは。さあこの変な作りにしてしまったためにかなり制限が出てきましたね。ただ時間がなくなってきましたので、ちょっとこちらにシリカ工場を建てて、でさらにですね速度を上げたいと思います。よいしょ、ここら辺でいいかな。でシリカ工場を建てて、お金にはまあ若干まだ余裕があるので大丈夫かなと思っています。どうだろう、ここ2つ分いけませんかね。ちょっと位置的なものをしくったかもしれませんが、まあいっか。はい、こちらの方ようやくレベル1ですね。次にレベル2にしないといけませんので、気をつけましょう。まずはこっちに来た場合ですね、左の方を優先にできたら取っていってほしいんですが、そういううまくいかないかな。そこまではうまいことやってくれないかもしれませんね。よし、ここでつけて合流と。でここもシリカ工場、これ1個しかちょっと取れませんので気をつけないといけないと。よし、これでとりあえず走らせましょう。1、2、3つずつぐらい運ぶか、仕方ない。ここの分岐が自動、こっちも自動でいいでしょう。これで2台ぐらい走らせておきましょう。お金の方はあるので少しアップグレードしていきます。よいしょ、これでここの方のシリカもできた。できたらここのやつも回したいんですけど、ちょっとこちらの方がまだいけてませんね。よいしょ、こっちの方がちょっと削らないといけません。一旦ここ削ろう。線路を削ってしまいます。さあここの工場もいらないのでちょっと削りますね。あー、これもうダメかな、線路削れませんね。こいつ売却しないとダメかもしれない。まあそれでも仕方ありませんね。さあここからこいつの方も、ループさせたいんですが無理かな。さあどうだ、ちょっといけないな、ちょっと強引になってしまいますね。ちなみにここでシリカを取っていくようなことをしていかないとダメなんだけど、やばい、することがたくさんありすぎてちょっと厳しくなってきた。よいしょ、さあそれでもやらなければいけません。よいしょ、ここも合流。さあ外側シリカ曲げられない。いやどうしよう、これ上通れるんですかね。1個削るか。ここの方の駅も削除ですね。ここは何もありませんので削除しておきましょう。あ、これでいけるか。これでなんとかいけそうですね。駅はここで3つ。で、2個置くか。とりあえず3つのやつをガンガン走らせましょう。もう仕方ありません。よいしょ。さあ、ここを自動。あとはここを何台か走らせておけばこっちでも生産ができるということで、いい感じになると思います。あ、しまったな、間違えたな。これ電気が余ってるので電気をここじゃないところにしないといけないな。そうですね、ちょっと届きませんでしたね。あー、間違えた、ここを行かないといけないんだ。そういうことですね。さあ間に合うかな。時間的に結構厳しいものが出てきています。撤去、ここを一気に撤去ですね。でここがいらないんですよね、正直言って。町、あ、でも町にここも運ばれるのか。そうか、それは必要だな。そうするとここからここまでの、列車でシリカ工場1つだけですが早く行けば問題ないですかね。こいつとこいつで行きましょう。よし、1個ずつ運んでもらいましょう。さあこっちの方はどうなんだろう。こっちの方のシリはもういらないのかな。
さあ256ということであと100人ですね。もっと急がないとダメかな。石炭の量が多くないとダメですね。うん、こっちの方も必要だけどこっちも必要だな。よしよし、こっちの方にまだ石炭置けそうですので走らせていきましょう。よし、このループですね。さあ、ま、石炭の方めちゃくちゃいっぱい溜まってますね。もっとどんどん走らせても問題はなさそうです。よしよし、もしダメそうならここ、あ、アップグレードはできないのか。塩工場はアップグレードできますので、ここをアップグレードしておきましょう。在庫の方も増えますので OK ですね。さあ、あとはここですね。列車で塩を持って行ってくれれば OK なんですが、塩の生産が、ああ、遅いな。塩の生産がかなり遅いですね。これどうだ？他にも塩いけそうだな。こっちの塩を持っていくようにしましょうか。仕方ない。ちょっと変な作りにはなってしまいますが、ここで往復を立てていこう。もう時間がないので、変な形でももう仕方がありません。よし、これで駅で入りますね。3。1、2、3ということで、これで行こう。さあ、1、2、3入れていきましょう。これで両方側から入れていくと。現在、塩が1。電力とかはめちゃくちゃ入ってますね。電力入ってるけど、塩が足りないということなので、塩をどんどん入れていきましょう。さあ、時間がないので、もう1両の車両がめちゃくちゃ長いやつにしてしまいました。さあ、これで塩ちょっと生産追いつかないかもしれませんので、ガンガンレベルの方を上げていこうと思います。お金に余裕があれば、もうとりあえず塩を生産するという形で問題ないと思います。どんどん塩が入れば人の方は増えていきますので、あと56人ですね。その分塩を入れていきたいと思います。さあ、あと2分ちょっとですが、塩の方の生産が全然追いつかなくなってしまいましたね。いや、電力が右側しか入っていないので、塩の生産がかなり遅れてるんですよね。まあ、こちらの方、電力がいっぱい、まあ、満タンというほどは入ってないので、まあいいのかな。こっちに分け与えるべきかがすごく悩んでいます。さあ、悩みましたが、お金も余ってますし、時間もないので、とりあえず電力をですね、2つ沸かし、こちらの方の塩工場に持っていくことにしました。もうちょっと早くやればよかったかなと思いますね。シリカだけが余ってる状態で全然生産が追いついてません。逆にこっち側にもっとシリカの方を運んでほしいんですが、それができてません。失敗しましたね。もうちょっと早くこちら電気を送ればよかったです。さあ、あと1分切ってますが、どうだろう。あと10人間に合わないかな。さあ、塩の方が出来上がらないと、こちらですね、送っていけないんですが、ああ、間に合わないかな。ギリギリですね。2人、そしてあと4人、いけるかどうかの瀬戸際です。ほんとギリギリですね。で、電車の方もぐちゃぐちゃになってしまいましたが、さあ、どうだ？さあ、2以上なので、あと2人、これでいけるかな。これでなんとかいけるかもしれない。あ、ギリギリ間に合った。さあ、これでギリギリ間に合いましたね。ちょっとぐちゃぐちゃになりましたが、もうちょっと整頓して作れば、ここら辺のシリカでちょっとぐちゃぐちゃになりましたので、もうちょっと整頓して作ればよかったかなと思います。さあ、まあ、あと9秒ありますが、なんとか S ランク取れましたので、今日はこれぐらいで終わろうと思います。それでは皆様、ありがとうございました。Thank you.